薬物やアルコール依存からの社会復帰を支援する NPO 法人仙台ダルク。ここで職員として働く野村和文さんです。野村さんも覚醒剤の使用で逮捕された過去を持ちます。まあ、今は規制されてますけれども、危険ドラッグとかっていうんですかね、私が使い始めの頃は合法ドラッグって言われてて、合法だったわけです。使っているような人のコミュニティの中にいれば、自然とそういう人との関わりっていうのがやっぱこう出てくるようになって、まあ、そこでまあ勧められたっていうのか。大学進学後、知人に勧められたのがきっかけでした。違法と分かりながらも手を出してしまったと言います。その後の人生は180度変わり、薬に依存するようになりました。人間関係も生活もみんなひっくり返っちゃうんですよね。でこう相談とかもできないです。薬使ってた仲間のとこだと、なんか共感してくれたりする。そうか、大変だなって、薬でも使って気晴らしてくれるみたいな感じになっちゃう。今月17日、野村さんが訪れたのは仙台市若林区にある宮城刑務所です。あ、どうも、今日はどうもよろしくお願いします。ここでは刑期10年以上の犯罪者などが収容されていて、週に一度薬物依存について考えるプログラムが開かれています。ね、いつも通り素直に正直に何でも言ってもらっていいです。刑務所の一室で開かれたプログラムには、覚醒剤を使用し収容されている50代と60代の受刑者も参加しました。今の子供じゃないじゃないですか。60代の受刑者は薬の密売で金を稼いでいました。今まで直接考えてたんで、仮に悪いもの出せないんで、アピールしないと出せないんで、自分でやってしまいますよね。このプログラムは受刑者が社会に出た際、継続的に回復に取り組めるよう指導しています。最初にですね、弾薬日数を聞こうと思うんです。でこれは何のためにやっているかっていうと、覚えてます？なんで数えてるんでしょう。例えば私の場合だと1380人来たっていう、私の場合だと1までかかるとか、周りたちの目安っていうのか、弾薬日数は1079です。薬物に頼らず社会で生活していくための経験を受刑者に伝える野村さん。一方でこの時間が自分を見つめ直す機会になっています。やっぱり完全な回復はないので、やっぱ私自身もこうやってメッセージを届けながら、やっぱ自分って昔ひどかったなっていうのを確認しておかないと、うんうん、この日のテーマは仕事と回復です。予期しないときに大金が得られるような仕事、過度にストレスがかかる仕事、以前薬物を使用しながら従事していた仕事、このような仕事に就いている人は回復を優先して生活を見直した方が良いかもしれません。はい、ありがとうございます。プログラムはテキストを用いて行われ、受刑者が社会に出て仕事をするとき、薬物との関わりを立てるのかを考えていきます。私の場合は、ある芸人が、職場の社長なんです。なので、その人と一緒に仕事をすることによって、やっぱり覚醒剤系手を染めなくていいなという、確信があるので。周りの人間ですよね。薬物関係の人間とやっぱり、連絡を取らない、話しない人には、受刑者たちは社会に出て真っ当な仕事に就くことが薬物を使わない方法だと話しますが、野村さんはその仕事の中にも落とし穴があると指摘します。引き金的なところあるかなと思っ
ですよ。働いてると一生懸命頑張るじゃないですか、やっぱり。そうすると結構自分の時間犠牲にしたりしがちで、まあ、そういうのがちょっとこうストレスっていうか、そういうの溜まっていって使うっていうこともありまして、まあ、ストレスのない人間っていうのは無理だと思うんですよ。ストレスゼロで暮らしましょうなんつったって、その日常的に今日が始まらなきゃいいのにみたいになっちゃうと、もうストレスが結構溜まって病んだ状態なのかなっていうのは思います。厚生労働省によると、覚醒剤事件の再犯率は 67.7% に上ります。6年前にダルクに入所し、現在は市内で一人暮らしをする野村さん。ダルクの職員として同じ境遇の仲間を支える一方、自身も日々回復プログラムに取り組むことで覚醒剤を断つことができています。依存症と向き合わない限り、ちょっとしたきっかけで再び手を染める可能性があると話します。なんかうまくいかないとか、ちょっと失敗したとか、そういうものが引き金として、仕事そのものっていうよりもそういう小さいものがこう引き金として機能しちゃうと、それがやっぱりこう結果的に薬につながっていく可能性っていうのはとにかくいっぱいあるっていうことだけは忘れずに仕事をしてもらえればいいかなと思いますよね。刑務所で罪を償ってもなおまとわりついてくる薬物依存という病。依存者たちは一日一日を懸命に過ごしています。やっぱり一人ではやめられないので、みんなでやめていくっていう、まあ、社会に出ていって、またその仲間との関わりを持ちながら社会生活を送っていってもらうっていうことが、まあ目標かなっていうふうに思ってます。